みんな、今日は僕は邪神コロネをやろうとね、もう意気込んで、うわくわくのうっきうっき。昨日ね、ちょっとダンスレッスンがね、あの、予定がずれて入ってね、一日中踊ってたんでさ、できなかったんですけど、今日楽しみにしてたのに、え、なに今日とかさ、マジでさ、今日本当にさ、ついてないんだけど、僕、今日さ、爪が半分剥がれたんだけど、足の。え、最悪。<laughs> ね、ちょっともう、ね、それだけ話させてよ、せめて。あのね、爪がね、剥がれたの。あのね、 なんかね、あの、ツイートもしたんですけど、なんかそもそも、なんかあの、動画を見ていて、ボタンちゃんの、あのね、エイムが噛みすぎるみたいな切り抜き動画を見たわけよ。なんか、シシロボタンのエイム力が噛みみたいなやつ。で、それをが、なんか、オス面出てきたから見て、したら、なんか、ダンボール大丈夫だって,って、そっちでいいだろそしたら、なんか、えぇ、ー、本当にすごいと思って。そしたらコメントにね、空間把握能力が長けているのかもしれませんね、みたいなこと書いてあってさ、空間把握能力って何え それ僕にも備わってるから、僕もなれれば、なんかあの、エイムって良くなるんだろうかと思ってさ、ほら、バイオハザードとかやった時にさ、ブシュブシュって、エイムかっこよかったらさ、めっちゃかっけえさんさ。ちょ、僕 FPS はさ、あんまりちょっとさ、できないんですけど、なんかそのさ、バイオとかさ、エイム必要なのあるじゃん、マイクラとかさ、あ、いいのと思って調べて、空間把握能力で調べたらさ、なんかさ、あのー、なんか目をつぶって、なんかあそこにおい、 ペットボトルを置きました。目をつぶってあのペットボトルをキャッチするというのをがなんか本当に選手、運動の、スポーツ選手もやってるいい練習になりますって書いてあって、で、へーっと、 で、僕、ちょっと目つぶって、ドアまで歩いてみよっかなーと思ってさ、え、目つぶってドアまで歩いてみよっかなーと思って、マジでね、あの、何の気なしに、あの、起き上がって、目つぶって、部屋の中で、え、ちょっと危ないから、あ、目、ドアまでね、あの、4歩ぐらいだからと思って、<laughs> たった4歩だよたった4歩、目つぶって歩いたら、歩いて、あ、ちょ、ちょっとなんかフラット、あ、やっぱ危ないなと思って目、目、 あの、ちょっとね、とある、あの、企画、あの、家から離れて配信するね、企画をちょっと今、あの、コラボで企てておりまして、そのために買った、もうめちゃめちゃハイスペックのノートパソコンが届いたばっかりだったわけ。で、そのめちゃめちゃハイスペックのノートパソコンが <laughs>、部屋に置き去りにされてて <laughs>。重いのよ <laughs> 重いのめっちゃ、あの、ハイスペックで、多分ね、3、4キロあるんだけど、それにガスって足当たっていってみたいな。 え、僕、その時は、マジで、怪我した感じしてなかったの。え、痛てノートパソコン大丈夫かじゃねえの <laughs> 僕の足が大丈夫だよで、え、痛ーいと思ってさ、もう痛いんだと思って。で、まあ、もう、こんなとこにも、危ないやっぱダメだね目をつぶって歩くとかみたいな感じでさ、その段ボールどかして。で、あ、なんかあれだな、あのー、もう、まあ、もう朝だし、歯磨きでもすっかと思って、ちょっとさ、散歩ぐらい歩いたの。で、散歩ぐらい歩いたらさ、みんな何が起こったと思うあれ なんか、足の裏、ぬるっとするぞ。<laughs> で、もかもね、その瞬間察したの。これ、血出てる <laughs> あれなんかぬる、普段こんなぬれたしない、えいや、でもワンチャン何かわかんないけど、なんかね、あの、例えばさ、飲み物とかさ、わかんないけどさ、なんか、もう完全廊下なの。ありえないけど、スープとかが垂れて、それが腐った可能性もありと思って足見たら、血が出てて、<laughs> 血が出れて、<laughs> 血が出て なんか足を持ち上げたわけ。足を持ち上げて、見てみたら、もうポタッ、ポタッて垂れてて、まあ、そんなね、あのー、まあ、大量出血ではないんですけど、まあ、4滴ぐらい足りるレベル。で、は <laughs> それ見た瞬間から超足痛い気がしてきて、痛いめっちゃ痛い気がするちょっと待って、これ、爪やられてんのちゃう釣り目やられてんのちゃうってなって、で、なんか、でなんかね、必死で、で 真っ白になってもう。 僕は冷静スイッチが入っちゃう僕ね、マジでやばい時って、本当に大ピンチの時ってめっちゃ冷静スイッチが入るのね。なんか、それで、ピッて冷静スイッチが入ってさ、もうこの冷静スイッチが入ったのは、目の前であの自転車に乗ったおばちゃんがすっ転んで、もう本当ありとあらゆるスーパーのね、スーパー行った帰りだったんだろうね。スーパーの中に入ってる袋の中、なんかじゃがいもやら人参やらお弁当やらがバサーって目の前で飛んできた時ぐらい冷静になったんだけど、で、マジで超冷静になって、甘いカウンスは、一旦、 一旦血を拭いて、どれだけ血が出るか、止血をした方がいいか、それとも様子見て大丈夫かちょっと見てみよう。みたいな感じになってさ、急に顔真似顔だそう、めっちゃ冷静になって、足を拭いて、そう、実は、実はね、 な、実はね、例えじゃねえから、あの、本当目の前でおばちゃんがバーンってなった時、あの時も僕、冷静になったからね。それで、あの、一旦血を拭いて、したらまあ、爪はくっついてるし、あ、皆さん爪がね、あの、割れたとか折れたとかいう時はね、あの、爪を取らずに爪をくっつけたままね、あのー、移動してくださいね。爪をくっつけても病院に行ってください。それで、あ、大丈夫だ大丈夫だって血を拭いて、それで、あの、とりあえず写真撮ってマリンに送ったの。<laughs> とりあえず写真撮ってマリンに送って、 で、ここにはチラッと店に行って。<laughs> で、あの、なんかこ、これさ、あの、救急車かなって言ったらさ、 あの、とりあえず病院に行くみたいな感じで。で、マリンにも、で、マリンちゃんさ、以前さ、で、マリンちゃん以前あの、足のね、爪がね、なんかお、半分ぐらい折れた話みんな知ってます実はマリンその時折れてて、折れて、で、僕にめっちゃ連、連絡してきたの。カナタ、足の爪が折れた。見て、もう終わり。あー、最悪、もう二度と見ない。みたいな。言ってて、で、僕はそれに対して超冷静に、え、出血はどんくらいなの爪はまだついてんのい痛いんでしょどれ、どんな感じ出血はとか言ったらさ、もう見れない、もう二度とけがまるない って言われてさ、いやいやいや、ちゃんとあの、傷口の様子見て、あの、病院行きなさい、みたいなことをさ、めっちゃしつこく言ったわけ。嫌だ嫌だ怖い怖いみたいな治療科痛そうとか言われてさ、いやいや、今の痛みより痛くねえから早く行けよ、病院に。おめぇ、産んだら指取れんぞとか言ってさ。 ほんと30分ぐらいさ、もうさ、早く病院行けって言ったのがさ、もう全部特大ブーメランになって僕にさ、帰ってきて突き刺わるわけよで、僕はね、マリンに <laughs>、爪半分折れた、もう終わった、もう二度と見たくない、もう今傷パワーパッドがあって、もう見ない、もう病院行くのも怖い、治療絶対痛いじゃん、消毒とか無理すぎる、嫌だ嫌だ、そんな痛くないから、なんか今、今そんな痛くないから病院行かねって言ったらさ、マリンがさ、おめえ行ったことが全部特大ブーメランで帰ってきてんぞとか言って、わざわざ、 マリニンちゃんとはチャットばっかりで、もう通話しないから、チャットでめっちゃ喋ってるから、なんかマリニンがさ、あの、僕のね、そのね、ごめん、病院行けよって言った時の僕のさ、あの、その <laughs>、マリニンが怪我した時まで、ログを遡って、めっちゃ大量にログあんのに遡ってわざわざスクショを3枚ぐらい取って送ってきやがってさ、やめろみたいな、もう特大ブ おめ前早く病院行けよ指取れんぞ産むぞ産んだらもっと痛えぞさっさと行ってこいよ病院ぐらいよみたいな <laughs> <laughs> 昔の自分にさとくだいぶらをさ、突き刺されてさ痛まじでも嫌だでも痛くないもんも大丈夫だもんみたいなはい、そんな感じになってましたねそう過去の自分にさとされさでもでももももた 完全にでもマリンってこういう気持ちだったんだなって思ってよ。あの時は、いや、病院行け早くとか思ってたのに。<laughs> 行くの怖い病院だって嫌だよ <laughs> 怖いもう痛くないもう大丈夫なのね。なっておりましたと。本当に恐ろしいんで、マジで。 マジで恐ろしい。頭に刺さってるの、違う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 。それブーメンじゃねえから、これ。天使の輪っかだし、今見えてないやろ。何も見えてないじゃん。僕、みんなはだって今すごい環境にいるんだよ。こう、邪神コロナやるとか言ってんのにいく、いつまで経っても始まらない上にさ、僕いないの VTuber だよ。VTuber。 あかなだとさ VTuber のすわたもさいないままさ一生足の爪の話してんだぞこんなはやおかしすぎるホラーだわ一番のい番ばんの本当にねマジでねちょっともう最悪と思ってね本当に朝からで、ね、不快な気持ちになったよほんとこの指の怪我は。はハハシオちゃん大好きだにゃんけしたいですあーくら